木曽駒ヶ岳は長野県上松町、木曽町、宮田村の境界にそびえる標高2956メートルの山で、木曽山無役の最高峰。日本百名山、新日本百名山、花の百名山に選定されている。木曽駒ヶ岳とも表記され、また略して木曽駒と呼ばれることもある。の名を冠する山は、日本の全国に多数あり、 その最高峰である南アルプスのカイコマガタと、この基礎駒ヶ岳に挟まれる稲谷では、この山を西駒ヶ岳、または西駒、マ、カイコマガタを東駒ヶ岳、または東駒と呼ぶこともある。基礎前だけ、中だけ、稲前だけ、剣岳だけを含めて、基礎駒ヶ岳と総称する場合もあるが、一般的ではない。基礎駒ヶ岳には、 雪解けの時期にはいくつかの雪形が見られ、昔から農業の目安にされてきた。中岳には、三名の元にもなった駒、極楽平の南には、島田娘と種き爺などが現れる。木曽谷と稲谷に挟まれた中央アルプスは、長野県塩尻市から、南南西の江山方面へと伸びる、細長い急峻な山脈であり、木曽駒ヶ岳はその北部に位置する。 標高2600メートル付近の能外池、戦場時期カール及び極楽平では、氷河建国が発達している。細かいの池などでは、氷河帝国が見られる。南東にある鋭い穂先の岩山である、宝剣岳とは、対照的に、木曽駒ヶ岳は、なだらかな女性的な産業となっている。このため、南アルプス方面から眺めた場合には、木曽駒ヶ岳よりもむしろ鋭く尖った。 宝剣岳の山陽が目立っている。山体の大部分が約6,500万年前の河口戦力岩からなる。固有種の姫薄雪草標高線7 0 0から2,600メートルは米ガや白ソなどの新葉樹林帯が広がっており、2,600メートル付近には伊達干場、さらに上部は森林限界で、 排末帯となっている。洗浄時期カール、脳外系カールには、高山植物の花畑が広がっている。山頂付近には、西洋薄雪草の仲間で、基礎駒畑の固有種であるキクカヒメウス雪草が、自生している。宮田村の特別シンボルに指定されている。環境省と長野県のレッドリストの絶滅器具、IA 類の種に指定されている。また、中岳付近では、 岩木峡、チングルマ、宮間金梅などが自生している。天狗山荘近くには、駒草園がある。阿公山帯から公山帯にかけては、日本カモシカ、ノウサギ、キツネ、岩ヒバリなどが生息している。1961年頃まで、南側のヒノキオだけ、宇ツギだけなどで見られたら愛鳥は、その後確認されていない。宝剣岳と戦場時期カールコマヶ岳ロープウェイ調べ。 平駅と半期、黒、百合ゴ駒ヶ岳ロープウェイの洗浄時期駅は、ロープウェイの駅としては、日本最高所に位置する。ホテル洗浄時期がそのロープウェイの終点にある。ロープウェイは、通年運行であるため、四季を通じて、洗浄時期に観光客が訪れる。4月上旬から5月下旬には、残雪の洗浄時期には、 長さが約250メートルの簡易リフトが設けられ、春スキーを楽しむことができる。標高2650メートルの戦場時期カールまでは、駒ヶ岳ロープウェイで簡単に上がることができる。山頂からは、御岳山、乗倉岳、タ高岳、八ヶ岳、南アルプスなどの360度の展望が得られる。南アルプスの稜線の上に、 富士山の上部だけを望むことができる。中岳から望む木曽駒ヶ岳各方面から多数の登山道があり、千場寺駅からのルートが最短で利用者が多い。他に北五所や宮田高原などからのコースもある。馬の瀬から方面から望む宝剣岳と宝剣山荘、天狗荘周辺には複数の山小屋があり、夏季を中心とする登山シーズン中に、 友人の営業を行っている。中央アルプスの友人の山小屋はすべて完全予約制となっている。両線上では唯一、駒ヶ岳頂上3層にキャンプ指定地が併設されている。駒ヶ岳ロープウェイの線上時期駅には通年営業の宿泊施設のホテル線上時期がある。小州山から望む中央アルプス線上が竹から望む中央アルプス方圏竹を含めた 山頂部からは、四方八方の尾根が伸びており、将棋頭山の北東に伸びる尾根は、馬の瀬と呼ばれている。南の宝剣岳との中間には中学がある。南東1 5キロメートルには、六名石がある、稲前岳がある。西0 8キロメートルには、玉の保の暗部を挟んで、木曽前岳がある。木曽山脈と飛騨山脈中央アルプスの最高峰で、以下が、 周辺の各山域の主要な山との一致関係である。山頂から南東方向の南アルプスの稜線越しに、富士山、西に、御嶽山を望むことができる。木曽駒岳を源とする河川は、西側は木曽谷の木曽川本流に合流し、伊勢湾へ流れる。東側は稲谷の天竜川本流に合流し太平洋へ流れる。ありがとうございます。